コンオフフリーエージェントとなるロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手についてエンゼルスの地元紙ロサンゼルス・タイムズが12年総額6億ドル約790億円を超える大型契約を結ぶ可能性があると報じた実現すれば北米四大スポーツ史上最高額となる大谷が FA となるコンオフ北米四大スポーツ史上最大規模の契約を結ぶことが濃厚になってきたロサンゼルス・タイムズは 総額6億ドルか大谷翔平が MLB 史上最大の契約に向けて順調に進んでいると題した記事を掲載している同氏は注目の契約総額を12年総額6億ドル約790億円と予測した単純計算で年俸は66億円に上る2014年に当時投手最高額の7年総額2億1,500万ドル 約229億円で契約したロサンゼルス・ドジャースの通算198勝左腕クレートン・カーショーは同志に彼はユニコーンなんだ長いメジャーリーグの歴史の中で彼に匹敵する選手が今後出てくるのかわからない彼が歴代最高額で契約するのを期待しているし当然の話だと話したという当初は5億ドル約658億円規模になる可能性が高いと見られていたが MVP に輝いたワールド・ベースボール・クラシック WBC や今季開幕後の投打両面での活躍で実力と人気両面で評価がさらに上昇しているロサンゼルス・ドジャースニューヨーク・ヤンキースニューヨーク・メッツサンディエゴ・パドレスサンフランシスコ・ジャイアンツなど金銭的な余裕がある球団が控えていることもあり獲得競争の激化が予想され契約の大型化につながると指摘しているまた プロスポーツ契約金専門サイトスポトラックは大谷の査定を投手としては8年総額2億3,000万ドル約311億円打者としては10年3億3300万ドル約450億円と予想しておりこれを合わせると5億6300万ドル約760億円に達するさらにある MLB 有力代理人は12年総額6億ドルと予想しているという。 同志は事情通の話としてエンゼルスはどんなに負けが込んでいても今年のトレード期限前に大谷を放出することはないとも伝えており今期後に FA 市場に出ることは確実としている争奪戦には資金力豊富な球団が加わると予想されており同志はドジャースジャイアンツメッツパドレスヤンキースの名を挙げたこれまでのメジャーで最大の契約総額は 大谷の同僚でもあるマイク・トラウトが2019年3月に結んだ12年4億2,650万ドル当時のレートで479億円 NBANHL を含む北米四大スポーツ全体では NFL チーフスのクォーターバックパトリック・マホームズが2020年7月に結んだ10年5億300万ドル同538億円が最高とされ 大谷が更新するるのを確実視しているまたイギリスの日刊誌ザ・ミラーは公式サイト上でこれまでも移籍先候補に上がってきたニューヨーク・メッツとの関係に言及しているトピックの内容はメッツのオーナースティーブ・コーエン氏が WBC 開催中に東京ドームを訪れたことで大谷の視察を行ったのではないかと伝えるものだその中でははニューヨーヨクメッツは 今年後半のショウヘイ・オタニのフリーエージェントレースで主要なプレーヤーになると予想されているスティーブ・公園が行った秘密の旅行は彼らが大きな支出をする準備ができていることを示すものだった可能性も高いと推測しているまたこの二刀流選手大谷は野球界最大のスターであり世界最高のプロスポーツプレーヤーとして広く知られている大谷の契約金は6億ドルを突破し 世界のスポーツ界で最も高額な選手となることが予想されるがそれを払える球団は限られていると見通しながらメッツは多くの大物選手を獲得し直近のオフシーズンのフリーエージェントだけで5億ドル近い資金を投入し底なしの懐を持っているように見えるとも指摘している大谷はグラウンド外でも主役であり続けておりシーズン終了後に FA を迎えるにあたってこれまで多くの憶測がささやかれてきた。 そして新シーズンに突入した現在取り巻く状況は一段と賑やかさを増しているようだ。